どうも、ポチです。レオです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは、龍が如くオンラインやっていきたいと思います。はい、はい、どうしました？今日は、おう、ちょっと、おう、奥義の説明動画というか、ついにレオポチチャンネルが攻略動画を、攻略ではないんだけどねまあもうみんな、うん、あの見たらわかる、うん、書いてあるのでわかるんだけど、うん、まあその簡単なお話をしながら、はい、という感じですかね。説明というよりは確認、確認ね。そう、確認動画。あのレオポチ忘れちゃうから、そう、レオポチ忘れちゃうから、ちょっとあれだよね、メモみたいな、そう、メモみたいなやつをやつで撮ってみようかっつってね。そう、まあ、ドンパチの奥義についてってこういう感じかな。そうだね。はい、じゃあ記念すべき第1回はどちらになります？まあもう見えてますけど、まあ今襲撃部隊にいる攻撃構え、はい、についてちょっと確認していきたいと思います。ほう、はい、じゃあ奥義確認で見れるかな。はい、組長、わかりました。出た。はい。まあ、攻撃の構え、今、レベル5で組んでおりますが、はい。レベル5全部組むと、消費奥義ポイント、20ポイント。うん。で、5分間、お、襲撃部隊の攻撃力を、まあ、レベル5で 35% 上昇。おう、ということですね。ってことはドンパチが15分だから、今15分なので、まあ60ポイント使えば、うん、2回、あ、3回打てば、まあでも攻撃っていう間もあるので、うん、まあ2回打てるかなっていう感じかな、普通のドンパチでね、うん、レベル5組むと 35% 上がるってことだね。はい、で一応話していきますと、おう、レベル1で 15% 上昇、うん、レベル2で 20% 上昇、うん、レベル3で 25% 上昇、うん、レベル4で 30% 上昇。あ、そこそんなに変わるんだ。 5% ずつ上がってるんだね。そう、 5% ずつ上がってきますね、はいはい、でレベル5で 35%、 おう、なのでレベル1が 15% で、そこからそう 5% ずつ上がっております。なるほど。はい。まあ、でもね、攻撃力、レベル5で 35% 上がったら結構強いのでね。そうだね。うん。実際、あれだもんね。潜在解放の 40% 上がるって考えると、初手です。ほぼ潜在解放者と同じぐらい攻撃力が上がるってことだね。そうだね。はあ。うん。意外とあれだね。使えるもそうな感じだね。うん、そんな感じです。ほうほう、はいはい。じゃあそして、はい、簡単に説明していきますからね。はい、いいですね。攻撃陣、おう、あ、じゃあまたこれにした方がいい、ね、いるのが、そう、攻撃陣、ね、はいはい。次、攻撃陣、うん、攻撃陣は自連合、つまり、うん、自分がいる連合、うん、さんの全員、うん、の襲撃部隊の攻撃力をレベル5だと 14% 上昇。はいはい。はい、14% 上昇です。はい。で、ポイントは45ポイント出てます。奥義ポイント45ポイント。うん、で、5分間。うん。これも5分間ですね。そうだね。なので、まあ、2回打てるかな。15分のドンパチ、まあ、そうだね、うん、うん、頑張って2回打てる感じ、うん、で、まあ今 14% レベル5で 14% で組んでもらってるんですけど、うん、レベル1で 6%、うん、レベル2で 8%、うん、レベル3で 10%、うん、レベル4で 12%、うん、で、レベル5で 14%。で、こっちは 2% ずつ。そうだね。上がっております。はい。はい。まあ、差で言うと、確かにその、
自連合っていうのか自分とこだけかっていう。そうね、攻撃の構えが自分の襲撃部隊だけ、うん、で攻撃陣が、自分の連合全員の襲撃部隊の攻撃力を上げますよっていう、うん、この違いですね。この2つは。そうだね、はい、だからいっぱい連合員がいる連合さんだったら、うん、陣が良くて。そうだね、まああんまりまだ始めたばっかで少ないよっていう人は攻撃構えのがいいってことなのかな。の方がその襲撃部隊の攻撃力が上がるので、そっちの方がいいかな。まあ、そうだよね。だって20人仮に連合員がいて、うん、全員攻撃陣レベル5を組んだら全員280% 上がるってこと？今計算してないから。そうだね、20人が 14% 上げるわけだから、うん、そうなるよね。うん、そうだよね、 28% で10人分、うん、そうだよね、うん、すごくない？そんな夢のような世界もあるのかもしれないけど、まあでもまあまあいろんな作戦があるから、なかなかレベル5で組んでいくのもまあ難しかったりするので、そこはね、まあうまい具合にレベル3とか4とかまあ合わせてね、やっていく感じですかね。なるほど、はい、そんな感じですね。こんな感じで攻撃構えと攻撃陣のお話になりました。はいはい、はい、で一応あれかな、攻撃構えのおすすめキャラクター、うん、まあ今いる中でまあ強いかな、うん、手に入りやすいかどうかは分からないけど強いかなっていうので、キャラは今こんな感じで並べてます。並べております。でまあ桐生さんは強いよね、うんうん、ただこの人海岸すると攻撃陣になるけどね。そうだね、うん、そう海岸であの攻撃構えが陣になったり、うん、まあ、他の奥義になったりすることもあるので。そうだね、そこはちょっと変わると思います。と思うけど、うん、まあ強いですよ、うん、であとまあ決戦神田ですよ。はい、これはまあごめん、なんかあの友情出演みたいなとこあるわ。友情か。でもまあ意外とバカにならないですからね、うん、強さ的にもね。神田さんはあの腰折打撲か。そうだね、打撲がねとか持ってるからね、うん、強い気がします、うん、でまああとはまあこんな感じですね、うん、並べてみた。で、うん、攻撃陣はまあやっぱり強いキャラ多いですね。はいはい、あの花屋、そしてレジェンド龍二、うん、であと鏡さん、あと決戦沢城やらとか、まあわんさか攻撃陣キャラは意外と多いですね、うん、この辺は未だにドンパチでずっと現役で生きてる人たちも多いのじゃないかなと思ってますけど。そうだね、今結構新しいキャラが出ると、うん、構えよりも陣の方が、ね、まあそうですね、多いのでね、うん、今出るのはまあその辺が多いかなと。まあちょっと入手できないとか入手しにくいキャラが多いのもあるんですけど、うん、まあそれはそれでというかね、まあでも取れたらいいかなとは思いますけどっていう感じかな。うん、うん、じゃあ初回はこんな感じでございますか、ね、そうですね、こんな感じで簡単な奥義についてのお話でした。はいはい、じゃあまた次回の、次回はまた別の奥義の、ね、奥義のお話をしたいと思います。はいはい、それでは今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントチャンネル登録していただけたら嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。